久しぶりに見た。え、確かに久々に。いや、ほんまにアイビとのプリクラ、こういう方ありがとうございます。今日はウィンクさんの昼公演のアンコールガールをさせていただきました。ありがとうございました。あ、昨日に引き続き今日やったからなんかもう申し訳なかったけど、ありがとうございます。こんばんは。こんばんはじゃない、こんにちは。どうもどうもどうも。最近アンコール、え、そうやね、2日連続でした。何時覚えて、覚えてます覚えてます。こんにちはこんにちは、ありがとうございます。 NMB のオーディション落ちちゃいました。えー、うわー、でもまた機会があればぜひいて来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちはこんにちは、どうもどうも。アンコールガール、えー、なんか言われる、お願いしますって。そう、こんにちはこんにちは。そう、今回はあの柴崎コウさんの形あるものないもの、形ないもの、形あるもの、形あるものを、なんです、歌わせていただくことになって、あの歌唱力の、そう、15日15か16よな多分やから、そう、どっちか分からへんけど見てくださったら嬉しいです。えー、アンジもいまだに分からへんくて、そう、いけるのかいかれへんのか、あ、 NMB は15、あ、じゃあ15です。ありがとうございます。フォローしましょう、ありがとうございます。明日アンジちゃんボード持っていく、え、見つけます見つけます、了解です了解です。え、めっちゃ緊張した、ほんまに緊張した。映画はルパンの娘見に行きました。うん、アンジ一回やった、一回一発本番でした。私、そう、なんか曲を決めるときに、何がいいかなと思って、でも他の方と被りたくないなと思って、曲を、そう、曲を被りたくないなと思って、で候補曲の中からそのお母さんがまずアンジュに合うと思う声の曲を選んでくれて、そう、そっからなんか3曲覚えてって言われて、で3曲覚えてお母さんの前で歌って、どれが一番聞こえ方どうやろうっていう話をして、あの結局お母さんが決めてくれました。初見です、ありがとうございます。アンジュこと学びアンジュです。アンジさん本当に可愛くて大好きです。アンジさんのような素敵な女性なら、そんな嬉しい、そんなそんなそんな、ありがとうございます。いや、でもでもなんかもう本当にあれですよね、私も8期生の方のそのショールーム配信をなんか回らせていただいてたんですけど、すごいなんかもう皆さん頑張ってらっしゃるなって思って、だってさ、なんか1日に何回かショールームされてたやんか、もうすごいなと思って、もう本当にまた機会があればお待ちしております。そう、結果まだ分からへん、感情込めて歌いたい、え、なんかもう緊張しすぎて、でもあの練習した時に、あの練習した時になんかもうどういう話なんやろうって、そのドラマの主題歌やったから気になって、動画を見てんやんか、その時の映画の、映画ドラマどっちやろ分からへんねんけど、見て泣いて泣いたっていうのが印象的すぎて、自分の中で、え、見つけます見つけます、ボード了解です了解です。
今日劇場で見ました。ありがとうございます。なんかもうすいません、いきなり登場してありがとうございました。8期生候補生に気になる子見つけちゃうとどうしても、おーっと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 、それはそれはまあ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 、うんふんふんふん。そう、映画もドラマもあってんやんな。やねんけど、なんかお母さんが見てたのはどっちかやってんな。どっちか忘れた。どっちやったっけな。やけど、あ、そうドラマや、ドラ、綾瀬はるかさんがそうの時になんかお母さんそのドラマを見てたらしくて、なんかもう印象的、なんかもうこの曲歌ってほしいってお母さんが思ったらしくて、そう、それで歌わせていただきました。映像、そう、アンジだけやってあの曲を歌ったの。決勝行った場合の曲は考えてる。え、それがなんとなくやったら考えてるんですけど、何がいいやろうな。でも洋楽歌いたくて私、けどまずそこまでいけるかやんな。もうほんまに緊張、怖いな。こんにちは。今からあの髪の毛を切りに行きます。めっちゃ伸びたんで。そう、柴崎コウさんのね。あ、ありがとうございます。そう、着るミュージカル系、そうミュージカル系がいいなと思って。どれぐらい着る、あの切りましたって言った時の写真あるじゃないですか。あれぐらいの長さで、あのレイヤーを入れてほしくて、なんかすごい重たくなるんですよ私。前髪はちょっと伸ばします。そう、アンチの髪の毛伸びるの早いねん。だってな、めっちゃ早ない伸びるん。 それで切りに行きます。そうやねんな。なんかあんまり歌わへん系統やったから、柴崎コウさんの曲系を。そう、どうなるやろな。アンジも初めてのところやからどうなるか分からへんねんな。そう、最近はあの赤いシャ、なんかバンガーディメイクみたいなのをしたくて、そうしたくて、そうしたくて、で赤いシャドウが欲しいなと思って、ペンシルとバンガンディのアイシャドウの色みたいなのを買いました。4つ目はどこやったっけな、3のあれネイル新色。最近ネイルにすごい私ハマってまして、本当になんかすごい見ちゃうね、いろんな色を。そうですね、秋ですね。アンジュ秋好きやね。あのにさ、今回の秋どこに行った。漫画もう早すぎに、秋すぎるの。なんかめっちゃ目痛い今。そう、いつかしてもらいたいねんけどネイルも。でもなんか今はやっぱりセルフでしたいなと思って、でなんかその単色のカラーをそのすごい見ちゃうねん最近。いろいろ調べて、なんか何がいいやろうと思って、で見ていった結果、この前買ったのがその3のなんかこの秋に出た色みたいな、ピンク色の色。
そう、カラーはなしたいけどまだしないです。あの1月になったらしたいなって思っております。したいんやけどまだ許可が下りてなくて。こんにちは、こんにちは。ほんまに秋早いよな。もう秋が一番好きやのに。アンジェさ、秋と夏の間の秋が好きやねんやんか。やのにさ、今回さ、秋と夏の間の夏、夏と秋の間の秋がなくて秋と冬の秋が多いねん。お話し会さ、ええー、ねーしたいですね。茶髪ええー、なー。アンジのなんか髪色なオリーブベージュがなしたいねんけど、でも明るいって言われまして、だからちょっとまだです。そう、アンジ夏と秋の秋の間が好きですよね。わかりますか。お疲れ様です。ありがとう。私は冬が好き冬なんですねなんか飲み物買ったのか。いや、それはいいんですか。いや、いいよ、飲み物。え、本当ですか。いいよ。優しい。レモンティーがいいですね。ホットのやつ、これ。あ、下のやつです。一番下の。あ、冷たい。はい。え、いいんですか、本当に。なんと、あ、惜しかったですね。あと1が。いやー、ありがとうございます。いいよ、お優しい。え、これやっぱりこれ外した方がいいんですかね。どれ、このこれ。あー、いや、ショールーム別にいいんじゃない。あ、いいんですか。うん、多分いやー、いいと思う。ありがとうございます。いやー、ありがとう。いやー、ありがとうございます。いやー、れいこさんが買ってくださいました。嬉しい。れいこさんが買ってくださいました。嬉しい。ほんまに。お優しい。あれ、どこまで読んだやろ、アンズ。れいこさん。ありがとうございます、れいこさん。もう本当に。嬉しい。ありがとうございます。もう今日1日かけて飲みます、この午後。1日かけます。ありがとうございます。もうほんまに嬉しい。お優しい。いや、ほんまに、イケメン、ほんまに嬉しい。1日かけて飲みます。嬉しい。いやー、来てよかった嬉しい。え、アンジュって15分経った？まだなんかな。もう私ね、最近ずっとここの、あー、聞いてりゅうこさんが買ってくださった。午後の紅茶、午後の紅茶。ごめん、靴が揺れちゃった全然。もうな、アンジな、昨日のなアンコールガールでな、あれやね、あの、最近マイチって言ってるやんか。いや、ほんまに。で、今日はさ、マイチ、今日はマイチそう、そう、なんかマイキーって言わなと思ったのにマイチって言っちゃってさ、あ、違うってめっちゃ動揺してまた。いやー、マイチ、かわいい。何にするん、髪型。まだ決めてない。いやー。どうけかな。わかんない、まだ。お楽しみに。マイチ、ジュティ、ジュティ、みんな好きやな。え、好きやな。ね。前はそんな感じ。うおふにゃんじもそんな。あ、そうなんて。ほなんて。ぴょん。
くジュッティ大好き。いやえするショールーム。うん。え、うん、アジもどこでやるかな。15分だった。あ、そうなの。うん。うんうんうん、ビジネスビジネス説出たらややこしいことになるから。いやお疲れ様、頑張って夜も。ではではランキングを読んでいきたいと思います。ヤス、ヤス、毎日読まれへん感じ任せろ。呼ばれへん。なんかこんな顔もしなかった。そう、こんな なんちゃらみん。なん、ありがとうございます。10歳の方。自己申告制で。ふみみんさんかな。ふみみん。ありがとうございます。10歳の方、ありがとうございます。10人の方、あら、アンジュかわいいって言ってくれて。ありがとうございます。ゆうちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。11位の方、村人 T さん、村人 T さん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位の方、三方町さん、ありがとうございます。ありがとうございます。こっちか。ありがとうございます。9位の方、テッシーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位の方、楓さん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位の方、マサさん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位の方、タクヤンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位の方、カマカリさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位の方、スエヒロさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位の方、よしらっしゅ鍋の人さん、ありがとうございます。よしらっしゅさん、ありがとうございます。2位の方、マサさん、マサさん、ありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。1位の方、アンジュさん、イエーイ、お久しぶり、ありがとうございます。アンジュさん、なんか変な感じ。ありがとうございます。いやいや、今日も一日じゃないな、まだ一日じゃないもんな、半日お疲れ様でした。お疲れ様です。ではでは、バイバイ。失礼します。お疲れ様です。おやすみなさい。バイバイ。バイバーイ。ハワーイ。